きます。棚橋郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾義郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。金尾義郎の音楽魂、今日も楽しくやっていきましょう。まずは松下俊美さん。はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。体調どうでしょうか。はい、体調大丈夫でしょ、ね、元気です。元気でね、はいはい、まあ、天気いいね今日ね。秋晴れの、秋晴れ、ね、秋晴れというかもう冬じゃないですかね。冬という、冬晴れ、うん、ただここはほらビル風が強いから、あーねー、ね、いつもね、このビルの前に来たら武蔵小杉タワープレイスですけどもね、飛ばされそうになりますけどね。今日はねもう本当にね、はい、待っておりました素敵なゲスト、ね、念願のね、カナオさん。そうです、今日嬉しい特集、生田圭太郎さんです、はい、イエイ。こんにちは、生田圭太郎です。いや、なんかこう圭太郎さんとしばらくお会いしてないような気もするんですけども、なんかでもね、前回、そうです、去年の1月だったと思うんだけどね。そうでした、うん、確か。なんかね、僕いつも会ってるような気がするんだよね。電話で話したりしてるから、ね、電話してるからね。うん、いや、なんかね、今日は皆様お待ちかねだと思いますけどもですね、はいはい、生田圭太郎さんといえばエレクレコードのね、はい、頃の、あれは1970年代の初期ぐらい。そうね、僕はね年代がすごく苦手なんだけども、おそらくだから71年ぐらいになりましょうか、ね、1948年に22たすと、はい、23たす、22たすと71、そうですね、そうですね、そうですね、その当時、うん、まあもちろんもともと吉田拓郎さんがあれですか。あのね、エレックレコードって吉田拓郎で始まったレコード会社で、はいはい、なんていうのかな、通信販売みたいなの最初やってたのが、通信教育のが、印刷会社だったの、もともと。そうなんですか、うん、それで本屋さんなんだよね。でそれが、まあ、余計なこと言って間違ったら困るけど、で、まあ、吉田拓郎が、うん、レコード出して、はいはい、それで非常に売れてね、いきなり、それでなんか知らないけど吸ったもんだして、うん、すぐ辞めちゃったんですね、拓郎はね。なるほどね。で辞めた直後ぐらいに僕は入ったんですよ。あ、それとその前にちょっとダブルぐらいで、うん、拓郎とダブルぐらいで泉谷茂とか、うん、フリードとかピピアンドコットがいて、その後に僕が入ったって感じで、あ、そうですか。その時でも拓郎はいなかったと。なるほど。拓郎がずっと、一緒に行動してたバンドを、うん、僕がいただいて。そうだったんですか。そうそう、ザ・マックスというバンドを、あ、マックス、そのまま、はいはいはい、生田圭太郎のマックスに引き継いで、それで始まったし、マックスね、うん、あ、そうですね、うん、それがデビュー作になったんですね。そうですね、デビュー作です。それでね、うん、実はその圭太郎さんから貴重な CD というか、今もう、はいはいはい、おそらく巷にはないような CD を送っていただいてですね、僕感激しましてですね、うん、夜中ずっと聞きながらちょっと思ってたんだけども、これは1時間じゃ足りないなっていうね結論に達しましてですね、今週と来週引き続き生田圭太郎特集ということで、というか、なんだよねって思う人もいるでしょ。いや、勘弁してくれよという人もいるんじゃない。いやいや、これがね、このちょっと今日はね、うん、まずそのこの息吹っていうね、はいはい、CD の中からご紹介しようと思うんですけども、はい、うん、これはまあバンドスタイル、うん、ですよね。これはね、素晴らしい、まあ、僕はずっと一人でやりたいなと思う曲をずっと貯めてたの、一時ずっと、うんうん、はいはい、でさっき言ったエレクレコードの時に提出しても、なんだこれはっていう、これ冗談じゃない、このフォークの時代になんだこれはみたいな、うん、会社が言うわけじゃないけど、皆さんがね聞かれるオーディエンスとかと、みんなえっていうような、結構やりたいの貯めてたのね、うんうん、それ家で録音してたりしてたんだけど、うん、これはもう出すしかないなと思って、うん、僕の勝手なもう全てやりたい
放題、あのアレンジから何からもうドラムのフレーズからベースのフレーズから全部決め込んだやつをやりたいって言ったら、はい、あ、OK っていう人間がいたんです。なるほどね。それをその人たち集まって生田圭太郎 and the Moles Soul っていうグループにして、はいはいはい、それでまあレコーディングしたと。なるほど。これはあの、うん、素晴らしいメンバーの方いらっしゃいますよね。うん、これねちょっと後でそのメンバーの方をご紹介しますが、はいはい、まずこの中からですね、うん、これすごいタイトルですよ。ヘドガーヘドガーですよって、ね、ヘドガーですよ。聞いてみましょう。ということでいかがでしたでしょうか。すごいな、これは。なんか昼間からすいません。いやいや、これはだって1970年代の頭の方から作りためた曲をそのバンドスタイルでね、発表されたっていうことですけども、なんか今聞きながらいろいろお話してたんですけども、
その当時はやっぱり20年早すぎて、いやこう書いてありますもん20年早すぎた男みたいな、そんな書いてあったの。いやこれは受け入れられなかったっていうね、うん、話ですけども、これ今聞いてもかっこいいですね。ファンクでね、うん、これメンバーがまたねすごいんですよ。このあのハーモニカはここでもあのお越しいただいた、あ、来たことあるの？ありますよ、2回ぐらい。あ、そうなんだ。うん、なんかゆうたろうっていう名前で来られたことがあったんですけど、あ、そう、なんかゆうたろうねこのハープがまたね、うん、あの徹夜ウィーピングウィロー中村っていうね、うん、あのハーモニカね、うん、素晴らしい。あのウォー、はい、ウォーのメンバー、そうですよね、リオスカーの後に、ね、ウォーのメンバーになった、そうですよね。あのマクシミズさんもねいらっしゃるし、うん、あのまあ、あのコーラスのボーカルの方はね、うん、それはねドラムの、あ、奥さん、そういうドラマの、うん、うん、あのなんかすごいメンバーで、あのこれギターの方は僕あのドライビングホイール、そうそうそう、ドライビングホイールですよ、僕見に行ったことあったんで、うん、僕も確か徳間に移った頃だったんですよね。でまだ、はい、うん、あの亡くなったカズさんが、うん、ね、カズちゃんがアメリカ行く前に、うん、あの何度かお会いしたことあった、うん、南沢和彦と、うん、石坂和彦、はいはいはい、ダブルカズと、あ、そしてさっき言った中村哲、中村哲也と、うん、もう一人水本というあのドラムがいて、はいはい、それがドライビングウィールズってね。あ、そうですよね、うん、なるほど。まあこれは素敵なね、この CD はもうね手に入らない。いや、多くの方の、うん、要望があればレコード会社が出すけど、もう今在庫がないのね、うんうんうん、だから最低500万ぐらいを、うん、は焼かないと会社としてもやってられないんで、うん、最低500万はやってくれと。これはでも、ね、それは僕にそのお金を、が全部請求が来ると、うん、それは払えないよだからこのまま今、うん、在庫切れのまま。あ、そうですか。これはね、皆さんね、これ一曲僕は金玉っていうね、あのゲストいらっしゃらない時に僕が歌ってやるコーナーっていうか日があるんですけども、その時にもねこの Try Your King を、ね、ご紹介したんですけども、これはねすごくなんかこのアルバムはね素敵ですよね。なんか、うん、もう機械にね、あの今やほらで、うん、機械の世界だけども、そういうのにないね。ああ、そうか、そうだね、はい、うん、素晴らしいノリ。でこれをこの聞いただからニューミュージックマガジンって本だっけ、うん、本が評の 評価でそこで初めて、ね、中村さんの、いやだって岡村さんっていう人からか、はいはい、が初めて、はい、ロッキングブルースっていう言葉をその人が使ったのね。ああ、なるほど。初めてなんか言い得てみようだなと、当たってんなって思った。嬉しかった。なるほどね、ロッキングブルース嬉しかった、うん、ねえ、それはでもやっぱり進みすぎてたんですね、うん、ゆうたろうさんがね。いやいやいや、100歩先行ってたんですよ ね、 ね、行った会社がまずかったんじゃないですか今日ね、ケタロさん、あの普段ライブとかにもね、うん、あの生歌で やられないような曲をね、うん、今日生でね、うん、っていうんですけども、まあ、そうですね、うん、あのどうしますか、なんか歌にしますか、 CD を、ね、まずさ歌、うん、あ、歌にします、歌します、うん、あ、歌にします、あのまあ、あの めったにやらないというか、うん、ステージって十分な時間がないと、はいはいはい、いろんなことやりたいよ、これもあれもやりたい、これもやりたいっていう時にね、うん、あの割愛される曲ってやっぱりあるでしょ、はいはいはい、これやりたいんだけど今日無理だなみたいな、なるほどね、いつも入らない曲ってなるほど結構あるのね、うん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 、で今日ちょっとこれからやろうかなと思ったのはこれカバー曲で、あとチャーリー・チャップリンのあの、はいはい、スマイルという曲をちょっと やろうかなと思って。なるほどね、これはちょっと慶太郎さんのスマイル初めて僕聞きますけどちょっとこれあの家でしかね、ほんとほとんどメタにやったことないから、これ貴重ですね、大失敗したらごめんなさいね、いやいやいや
ちょっとね、慶太郎さんのスマイルっていうね、スマイル生歌でちょっと、ね、行ってみますか。お楽しみ、はい。悲しくてもスマイル壊れそうでも明日は遠く感じてもそうそう光を思い浮かべよう。それは容易なことじゃないけれど、スマイル壁に当たってもスマイル遠回りしても時を待とう、明日を信じよう。そういつの日にか掴めるはずさ、あんたのための確かな扉を、スマイル、あんたのための確かな扉を、スマイル喜びの顔、スマイル輝かせよう。今こそ乗り越えよう。その来たんだ、信じることから始めよう。今注ぐ光を感じよう。 Yes, smile。いやー素敵だったね。いや、このスマイルっていう歌はいろんな人が歌ってらっしゃると思うんですけども、こういうなんか映像が出てくるような感じのアレンジっていうのはなんかなかなかないよ ね、 あのこう、そうそう、映像、そうですよね。すごく短い曲なのこれね、はいはい、スパッとやっちゃうとあっという間に終わっちゃうんですよ、はいはい。でチャップリンの映画で見たらもう歌はないけども、イントロダクションと真ん中の部分と、うん、あと最後、はいはいはい、ものすごい長いんだよね。肝心なスンタンダダダダダダってすごい短いの、うんうんうん、
うん、そうですね。でそれをやっぱり今あの加納君が言ったように、うん、映画の中の曲みたいな感じにやしてやろうと思って、はいはい、あ、そうですね、一生懸命アレンジしたんですよ。それはねやっぱりそこはちょっと違うね。あ、いやもうびっくりしましたよ。あの素晴らしい。しいね、うん、じゃあこんなもんもや、こんなこともやりますというね。なんか宣伝してるみたいでね。いや家帰るとこんなばっかりやってるんですよ。いやいいですね。What is all about our feeling? Is it just for the moment? こんなことばっかり家ではやってるんだけどね。家に行きたくなっちゃうね。よし、家行こう。家ライブ、おうちライブ。いやー、素敵だな。素晴らしいですね。生田圭太郎さんの生歌でしたけども、スマイルをお届けしました。お便り行きましょう。お便り行きますかね。はい、いただいてます。これは博多のミキさん。あ、どうもありがとう、いつもね。はい、皆さんこんにちは。はい、3日連続で一瞬晴れたらいきなり雷雨というわけのわからない天気の博多です、うん、あ、そうね、しかも予想最高気温は14度、うん、寒いです、うん、先週の金玉も楽しみました。ありがとうございます。リクエストにもお答えいただいてありがとうございます。ありがとうね、うん、そして今週は久しぶりにご出演の生田圭太郎さんが、はい、ゲストですよね。お帰りなさい、うん、楽しみにしていました。はいはいはい、歴史の証人でありながら、うん、今でもかっこいいサウンドや歌を追求する姿勢は本当に素敵だと思います、はいはい、しかも2週連続のご出演ということなので、うん、それも楽しみです、はい、ベテランの方々が、うん、歌が生で体験できるという音楽魂の魅力が炸裂する放送を十分に楽しみたいです、うん、リクエストは、今回じゃなくていいけど特に動画を拝見して大好きになった曲涙の影一つが聞きたいけど何でも結構です。これね、え、来週歌ってね、ですね、俺ケタロさんと一緒に歌うから、カナオ君で一緒に歌おうかと思って。え、本当にこれは楽しいですね。歌えるかなと思って一生懸命覚えます。鋭いとこでもついてきますね。もう鋭いね、ミキ君はね、さすが。ありがとうございます。ありがとうございます。加納さん、明日のライブに向けて、明日ね、ライブ入っていると思います、うん、自分も気合を入れたいので、筑豊ブルース、リクエスト。筑豊でも同様に、まあ、何でも OK です、うん、さて、前にも言いましたが、金曜日、上田正樹&R&B バンドのライブに行ってきました。鈴木清美さんはやっぱり一声で、ね、空気が変わりました。ほうほうほう。同じ日にとしみさんと清美さんのタクシーを聞き比べるという贅沢もできました。あ、はいはい、しかし圭太郎さんといい、上田さんといい、うん、2年前に体験した宇崎竜斗さんといい、うん、今の70代の方々は本当にすごいですね。カナオさんまだまだですばい。シャーシーお前。ありがとうございます。俺、まあ、まだ ね、まだちょっとそれはもうひよっこですよね。そうです、まね、そうです。僕なんかまだ、うん、今月67になりますけどね。まあでも、まあ、でも近づいてきましたね。そうですね、そうですね。あの、うん、ただそうだね、やっぱり素敵な先輩たちをね、あの見てるとね、やっぱりこう生きる力になるよね、はい、うん、目標になるしね、うん、女性もね、ちょっと年配の人僕好きなのよ。やっぱほら女性の魅力って、カナオさんの年齢で年配っていうと、いや、いくつまで年配。俺もガールフレンドいるから、うん、だから試写声の言うしたら94とか言われて、その女性ものすごくかっこいいんですよ。友達のお母さんなんだけど、ね、でたまにあのちょっとあのデートするんですけど、うん、やっぱそういう ね、あの人間のなんていうかな、こう本質っていうか、そう、センスもいいし、なんかすごい、なんかそういう人を見るとね、うん、内面ですね、うん、出てくるんだよね、実年齢とか、なんていうの、 その人のね、うん、まあ、自分がほら内面がないから。そういう意味ではなくてですね、憧れてくるんですよね。あの、なんかやってらっしゃる、一生懸命やってる方は若いじゃないですか、うん、輝いてるし、そうですよ ね、それでも常になんかやっぱり進化してるね、いつか圭太郎さんあたりは。なんか私なんかが言うのはおこがましいんですけど、うん、やっぱり会うたびにやっぱりかっこいい、かっこいいく、あの、うん、前に行ってる感じがして、圭太郎さん、ね、本当に、うん、まあ、だからすごい、あの、ありがとうございます。私の年代だとちょっとあの先輩なんで、うん、当時は私たちまだ中学生とかなんで、うん、その、 あの音楽は多分、うん、吉田拓郎さんあたりから入ってできた年代なんでね、うんうん、だからちょっと上の
世代ですよ。そうだから結構エレクレコードっていうのは、うん、割とフォークブームっていうかな、うん、フォークソングの方たちが多い中でね、慶太郎さんこういうサウンドも考えてたっていうかね、それがね。でもね、あの若い頃のあのおかっぱの頭の写真は私は見たことがあります、やっぱり。あ、本当、うん、その僕は見たくない。見たくないです。いや、あれだって可愛い、可愛いって言うと失礼だけど、うん、ね、うん、そうなんですよ。だから実物にあの最初にお会いしたから、うんうん、すごい、だからあの年齢とかじゃなくてやっぱかっこいいなっていう、いつまでも、うん、もともと僕は吉田よし子さんからねご紹介いただいて、ね、うん、慶太郎さんとお会いしたの、うんうん、初めてね。そうなんですね、この前お会いしたんですよ、ちょあの偶然なぎらさんのコンサートで。それで、来週行くと慶太郎さんいつだっけっていう話してて、近くのね、よしこさんに、そう、よしこさん、はい、うん、でも来週私旅に行っちゃってるからいないんですけどっていう、以前、うん、ここのサテライトの真ん前にいたことがあった。そうなんですよね。お近くなんですよね。近いし、近い、この隣のプールがあるんですよ、うん、プールに、ね、通ってらっしゃるね、来てるね、さん残念ですけどね、ということで、もう一枚ね、はいはい、これはねあの CD の中からご紹介しましょう。これは斎藤哲夫さんと、うん、慶太郎、生田慶太郎さんのアルバムになるんでしょうかね。これはいつ頃になるんですか。これもね、さっき遡ること5、6年になるけど、だいぶ前だね。そうですよね、うん、2000年か2000年になる前、1年ぐらい前。あ、そうなんですか、うん、これは慶太郎生田&、哲夫斎藤というね、うん、アルバムの中から、ご紹介しましょう。これは、トラックなんだっけ。 7曲目、君に届く、君に届く。歌えないものは何一つない。君がそばにいてくれる憂鬱になることもない。暗い夜を過ごすこともない。君の魔法がとても強くて本当に不思議なほどに僕はそれを感じることができる。僕は愛の歌を歌う。
して僕は愛の歌歌う。空に浮かぶ君の髪が光る。君の魅力の全て見える。ということでね、いかがでしたでしょうか。このブルースですよね。ブルースね、うん、ロッキンブルースっていう本当に言葉。この頃っていうのはあれですか、斉藤哲夫さんはもう前から、うん、ちょうどこの頃2人でね、昔数月に3本ぐらいかな、ライブやって回ってた。あ、そうなんですか、うん、なんかでもタイプ的にはなんかまたちょっと違うかなとは思います、うん、でもなぜかね、うん、俺はね、斉藤哲夫あのエレクレコードにいる頃っていうのは、はい、なんとかの変わらずじゃないけど、周り全然知らなかったのね。で、はいはい、特にフォークソング、というそのくくりで言われてる人たちで言うと全然付き合いなかったもんだから、はいはい、その時に斉藤哲夫はなぜかレコードを聞いた時に、うん、うわっ、すごくものすごくびっくりして気に入ったんだよね。すごいなんかあのポップのセンスというか、うん、メロディーなんかがね、うん、素晴らしいの。僕もすごくあの好きな方だったんですけど、うん、グッタイムミュージックとかね、はい、と思ってね。だからレコードはね、斉藤哲夫のレコードは家に持ってた。あ、そうですか。ポスターも持ち、なぜかでかいポスター持ってたりして、ポスターなぜかうちのあの天井に貼ってあったりとかして、その頃に結婚してた僕の、女房が、うん、天井に斉藤哲夫の写真貼っちゃって、冗談じゃないよって、なんでこんな顔見ながら寝なきゃいけないんだよ。面白い。それで最初に好きだったのすごい。ああ、うん、そうですか。ちょっと歌い方も変わってるしね、はい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 、面白いなと思って。だからフォークソングの世界では知ってる人たちって、はい、本当に胃の中の数だったから、エレクレコードって、はいはい、だから、うん、唯一好きだった人だったかな。なるほどね。ね、ということで、うん、これあのこのアルバムもちょっと今なかなか手に入らないというかね、うん、そう、皆さんは先と同じよう、また来週ね、来週も、うん、まあ、この CD、今回3枚目のあとアウトレットっていう CD もね、うんうんうん、作られたんですよね。これはまあこれは自宅録音みたいな感じ。自宅録音でもう完全なあのなんていうの、こういうの自分でやるやつなんていうんだっけ、はいはい、あの G 出版っていう、はいはいはい、うんうん、あの、ね、そういうね、この CD の中からまた来週もね、はいはい、お伺い、あの、うん、聞いていただきましょう。なんかお便りまだなんかありますか。あ、もう今読みました。あ、本当、はい、メールは大丈夫ですか。はい、大丈夫です、うん、ということでですね、慶太郎さん、あ、じゃあちょっと慶太郎さんとなんか僕一緒にやらせてもらっていいですかね、うん、はいはい、はい、歌歌わせてもらっていいですか、ね、はい道というね、うん、歌を歌いましょう。お前は今日も俺を罵った。
れて捨てられた新聞を拾って読んでいる男の顔を横目で睨んだああ今ならまだ間に合うかい今からでも遅くはないのかい優しかった金橋の道をお届けしましたね。うわもう気合が入りましたね。気合が入るよ慶太郎さん、ね、もうハモリカとか聞いてたらかっこいいからさみたいな。そうずっと見てあんまり ね気合い入れすぎて僕声がでかいから、うん、フェーダーがスッと下がるんですよ。リミッターがかかる。リミッターがかかるみたいなんですよね。なんかもうだから自然にかかる
ちゃうじゃないの、かかっちゃうんですね、割れちゃいけないからね、うん、割れちゃうっていけないから ね、うん、それがちょっと今の問題なんですけど、ね、気持ちよかったですね。いやいやいや本当に ね、 ね、あ、そういえばもう明日ライブなんだ僕が。そうですよ、宣伝しとこう。明日は野毛にあるスモーキーという、そう、あの投げ銭ライブ、ね、投げ銭野毛スモーキーっていうね、あの川沿いにあるね、うん、それ北九州を思い出すのよ、うん、あ、そうなんですね、川がこう見えて流れを見ながら景色が似てるんです、バーがあるんだけどね、素敵なバーで、うん、宮古橋っていうところね、時間がね、うん、元の営業時間に戻ったみたいで、ね、7時からね、7時会場オープンで8時スタートってなってましたよ。いやもうちょっと早くやろうよまあお客さん次第で集まったらやるって、集まったらやります、投げ銭だから、投げ銭だからね、投げ銭の方が結構僕良かったですよ ね、 そういうね、先週も言いましたけどシャージバックより投げ銭の方が良かった、ね、満札飛び交いますからね、またそれそれそれ満札じゃなくてもね、ああ、ま、投げ銭っていうのは、うん、あの本当に高田の歌じゃないけど、ギャラより高い交通費が緩和されるときあるんだよね。ギャラより高い交通費って、あ、その方が発祥なんですか。そうそうそう、私も知ってました、それ、ギャラより高い交通費それ有名ね、業界で、うん、ということでね、慶太郎さんのね、はい、じゃあ、今日は、まだちょっと時間がありますけども、うん、あの代表曲というかね、あ、そうか、うん、それをね今日は、ちょっと緊張しますね、一緒に歌ってみましょう、はい、これはいつ頃、これはね、これもうエレックレコードの、はい、なんかデビューアルバム、デビュー曲になるのかな、そだから22歳、そういうことですね、70年、71年みたいなぐらい、うん、1971年、うん、このくらい時期に、うん、これ以前お越しいただいた時も、ね、そう、初めて来た時に、ちょうど高橋誠さんとかがね、そうですね、一緒に、うん、これ聞いて感動しましたけどもですね、これをじゃあね、はい、最後にねお届けいたしましょう。いいですか、じゃあ行きます。この暗い時期でも、時期にもいい年と思うよ、僕の言葉を聞いてくれ、騙したり苦しめたり恥ずかしめたり、見放したり脅したりなどはしないから、この世にはどうしようもないことなどない、人は一人ということ以外にゃ、人生は甘いものにせよ苦いものにせよ、好ましいものとして役立てよ、我らの悩みは贅沢なものか、我らの苦しみは勝手なものか、自分の力で立ち上がり、何か新しいことをしようとするとき、いつかの惨めな自分の姿がことさら頭をもたげるものさ、人生は甘いものにせよ苦いものにせよ、好ましいものとして役立てよ、人生は甘いものにせよ苦いものにせよ、好ましいものとして役立てよ。
後悔するのは愚かなことか、思い悩むのは無駄なことか、日の輝きと嵐とは同じ空の違った表情にしか過ぎないんだ。人生は明るいと思う時も暗いと思う時も、僕は決して人生を罵りたくはない。人生は甘いものにせよ苦いものにせよ、好ましいものとして役立てよ。人生は甘いものにせよ苦いものにせよ、好ましいものとして役立てよ。人生は甘いものにせよ苦いものにせよ、好ましいものとして役立てよ。ありがとうございます。いい歌ですよね。これでもね、 20代の頃に作られたんでしょ。そうね、もう今をこう、ね、予言してるみたいじゃないですか。ね、これはでもこれでこの頃あるのはほら、立派な人たちの本を読んでたり、うん、なんかしてると、はいはいはい、自然に頭の中に入ってて、はいはい、こうザルにこすってみたら、うん、残ってたみたいな言葉あったりあるじゃないですか。はいはいはい、そういうやっぱりそう丸まま自分で考える言葉、うん、はい、考えられる言葉プラス、うん、何かやっぱり誰かの賢人の言葉が入ったりするよね。こういう歌ってね。なるほどね。無理だもん二十歳でね。ねえ、その、うん、この頃にこういう歌っていうのは、このなんかやっぱ歌って普遍的なものっていうか、うん、そういうシンプルなものがずっとなんか語り継がれるような気がして、うん、そうだね、だならないですか。さっき斉藤哲夫の話題が出たけど、はい、彼も悩みを大きいものよってあるんだけど、人生って言葉が出てきたり、うん、だからたまに二人で喋ってると、あれだよなぁ、二十歳じゃん、そこであれちょっとあの頃何も思わなかったけど、ちょっと経って考えてみると恥ずかしいなっていうこともあるよなとかって話、あよくあんなこと言ったねみたいなね、でも今となりゃいいかみたいなね、そういう話もたぶん出たことある、うんうんうん、ということでね、生田啓太郎さんのスケジュールをちょっとご紹介しましょう。ここでね、ぜひね、じゃあ松下さんの方からご紹介、ね、していただいて、はい、これはいじゃない、とてますとてます、しゃべるなきゃ、はい、さらば2021ですかね、2021、はい、年忘れ異種格闘歌合戦、12月29日、はい、風に吹かれて、大森の風に吹かれてですね、金谷さんのところ、金谷さんのところね、はいはいはい、あそ風に吹かれてやられるんですか。これ21日12月29日、これはご出演が小山敏弘さんと、愛坂理恵さん、大阪さん、ごめんなさい、大阪理恵さんと、あとはもがみさんとチャーリー坂本さん、あ、そのお二人ちょっと僕よく知らないから、あ、そうなんですね、あ、3組ね、ここに一度来たことある、あと、はい、佐藤隆一さんと一緒に生田啓太郎さんとやります。皆さんぜひ、ちょっとタイトルがね、はい、ちょっとえっていう一種格闘異種歌合戦、歌合戦、格闘歌合戦、ちょっとね、
さあ、正人龍一さんはね、これ龍プレゼンツだから佐藤さんの企画なんですね、きっとね、佐藤龍一さんね、はい、楽しみですよ、ね、4時オープンの5時開演ですね、はい、はい、なるほどね、これ風に吹かれて、はい、素敵な場所ですよね、はい、もう一度ご紹介しましょう、はい、12月29日水曜日、オープン16時からスタート17時ということでね、3000プラスオーダーということで風に吹かれて、これ大盛りですね、はい、皆さんぜひね、はい、お越しいただきたいと思います。生田圭太郎さん、なかなかライブもあれですよね、まあ、自分たちもそうですけども、まあ、そろそろ、まあ、やりだね、でも、あんまりなんか離れてたから、うん、こうおのずとこれみんなの連絡の取り合うのもだんだん少なくなったりして、はいはいはい、店とも、はい、あと一緒にやる人たち演者とも、うん、だんだんちょっと離れて行き気味にあるよね今ね、はいはいはい、もう一回戻さないと来年はね、そうですよね、うん、来年に向けてね、もう素晴らしい慶太郎さんのね、なんていうかな、その感性というかね、うん、それはもう僕はね本当にね尊敬してるんですね、でも大変な時期今年ありましたけどね、うん、慶太郎さんもね体調はね、まあ、うん、でも今はもうお元気そうでね、元気ですけど、今日駅の前でね、はい、会って慶太郎さんが前に歩いて行かれてて、あ、そうなんですね、うん、そう、俺追いつけなかったもん、早く歩くのが早いの、あ、歩くの早い人はお元気になられたなって、その後がダメよもう座り込んで、そんな、ということでね、あっという間の1時間でしたけども、ね、はいはい、まあもう少しね時間がございますが、はい、なんか CD を聴きながらお別れしますかっていう、はい、わかりました、うん、出せないみたいなセッティングが難しいと、ということでね、今日生田圭太郎さん、また来週、はい、来週はね、来週また、またね、今度何を、さっきのね、さっきリクエストね、博多ミック君のリクエスト、僕あれ初めて聞いたの、かっこいいですね、あれもね、歌えるかな、あれちょっと大丈夫です、サザンロック風な感じでもないんですか、あれ言葉よくね、分かんないけど、まあ、あの歌は、チャーさんとかもあれですか、もともとね、うん、ここもうビートルズの、うん、こういう感じの曲だったんだよ、あ、これ今 やってないのか分かんないよね、やってないのか分かんないよ、うん、それで金子まりとチャーがなぜかチャーがギター弾かないで、コーラスだけで入ってたりとか、あ、そうなんですか、素敵ですね、そ、あ、うん、その曲を今度ね、うん、来週は来週のお楽しみ、花尾君と一緒に歌うと、うん、リズムをだいぶほとんど変えてやるけども、あ、本当ですか、わ、うん、かりました、練習しておきます、そう、皆さん楽しみ来週のお楽しみ、来週もねお楽しみいただきたいと思います、ね、ぜひともぜひ来てくださいね、はい、うん、今日のお相手は、はい、松下としみ、花尾由郎でございました、生田圭太郎さんありがとうございました、はい、また来週お会いいたしましょう、はい、See you next time。思い出が流れる春に罠の花があたりを埋め尽くす行き交う人の中に幻を見たんだ後ろ姿優しいあの人は今はない人の心が好きさ